want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. はい、こんにちは。ジョーツフィットネスの元気です。そして一気です。今大ブームを起こしてる一気。いや、倍大ブームではないですけど、2勝目まずは2つ目ってとこ。そうね、この間も一緒にさ出て、初めてのフィジークで一気はノービス2とノービス1位ということで、僕の方はオープンで、2位という結果。まあ久しぶりですね。1年ぶりですね。オープンで、ね、久しぶりまだ応援していただいた方はこれも期待に応えられず申し訳ございません。そしてありがとうございます。で、引き続き一応最後の大会は11月14日なんで、そこに向けた残り2週間になりますけども。そうですね、もう2週間ですね、まあそうですね、そこをちょっとやりきるしかないなというところでやっていきます。で、ちょこっとだけ宣伝になるんですけど、まあ、パンツね、ジョガーパンツ作りまして。作ったっすよ、皆さん。これちょっと息立ってみて。まず生地がね、ポリ 5% の、コリトン、ポリウレタンが 5% ですね。で、コットンが 95% というところで、はい、ポリウレタンを入れると皆さん伸びまくるというね、はい、この利点ですね。 5% でこんだけど、で、プラス形、まあ、ジョガーだから、その、うん、ペーパーのこの足首周りのタイト感ね、そう、これは結構こだわったんで、ジョガーでやっぱ結構足首周り意外とテーパーで弱いのもあるし、そこがね、なかなかないんだよな。そうそうそう、日本人って足首細いから、要は海外の結構テーパード買うと意外と足首周りが太かったりするから、そこをだから日本人仕様に作りましたと。黒ともう一色出るんだよね。グレー、グレー出るんだけど、ですけどチャコールグレー、結構濃いめのグレー出ます。年末、あ、年末、グレーは年末ね。で、まあ、ブラックオンリーで、まあ、11月7日先行で発売するんですが、値段に関して言うと、やっぱり結構このジョガー系って1万とか高い、結構してくる。めちゃめちゃ高くて手出せないですね、普通だったら。結構こんな消耗品なんで、それを、まあ、6800円の税込みで、僕ら販売してくれる。いや、これ絶対通販番組みたいになっちゃうけど、黒パン持ってたら多分いろいろコーディネーション、コーディネート合わせやすいんで。そうですね、まあこれフォーマルっていうかね、カジュアルでもいけるし、トレーニングもいけるし、まあもちろん絶対これね、買った方がいいと思うこれはね、本当に僕、まあ、携わらせてもらってるんですけど、でもストレッチありすぎてちょっときついんじゃないと思われるかもしれないですけど、このポリウレタン、もう着心地抜群なんで、うん、もうここは、まあ、安心してほしいっていうところ。あと形と、ね、竹感も結構こだわってるね竹感、もうね、こだわりすぎましたね。ここ結構なんか短すぎるとこうタイトフィットだとスパッツみたいになっちゃうし、う、長すぎるとそのダボつくというかね、ここがね、余っちゃったり、そうそうそう、日本人の体験に合わせてって感じですよね。そうそうそう、だからこれは本当に絶妙な、竹感、そしてフィット感、テーパード感で作らせてもらったんで、チェックしてください。あとあれですね、サイズ感問題なんですけど、元気さんが今履いてるのがラージサイズ。ラージだね。まあ元気さんは見ての通り非常に大きい非常に大きいんですけど、僕でも結構ラージサイズ履けちゃう。で、僕がまあ元気さんより体重軽くてもうちょっと細身なんですけど、僕がミディアムサイズ、ミディアムサイズが結構ぴったり目なん で、うん、で結構多分サイズ分かんないんですけどっていう人多いと思うんですけど、だからサイズどれ選んでも、まあ、履けちゃうことに履けちゃう。そうだね、それはタイトで履くのか。そうですね、だから僕より身長低くてちょっと小柄な方とかだったら、まあ、スモールサイズで、でもちょっと俺スモールかミディアム分かんないなみたいな時はもうミディアム選んでもいいし、僕より体重がまあ80キロ以上の方とかだったらもうラージサイズ、迷わずラージサイズでもいいと思うん で、 でサイズに関してはなんか問い合わせがあったら、もしなんかね、メッセージとかね、いただけたらもう対応僕たち可能なので、もう一回言いますね、皆さん絶対持ってた方がいい。ちょっと上から言ってすみません。モデルの一気がね、そう言ってくれたら嬉しいな。俺が言うのはちょっとおかしい。確かに。まあそんな感じで、はい、11月7日発売になりますので、チェックよろしくお願いします。さあ、ラスト今日、じゃあ、胸トレいきましょうか。そうっすね、切り替えていきますよ。レッツゴー。